内藤大輔チャンネルをご覧の皆さん、どうも内藤大輔です。もともとボクシングやってたじゃないですか。なので今回はボクサーっぽいことをやってみようかと。ということで今回の企画は痩せる減量ですね。目標と期間を決めてやろうと思ってます。5日で3キロ痩せる。なんだよって思われるかもしれないんですけども、どういう減量法、どうやったら痩せるのか、ちょっとそれもね、皆さんには少しはためになると思うこともあると思いますので、それを解説しながら、説明しながらやって、役に立てたらなという思いもありますので、ぜひご覧になってください。おはようございます。今日から短期間で痩せれるのか、今日初日です。まず朝の体重を測りたいと思います。だいぶ結構あるな。今の体重が 61.1 ですね。ここから5日で3キロ頑張りたいと思います。ではこれから、走りに行きたいと思います。汗をかいてやっぱ痩せないとね。では行ってきます。帰ってきました。結構頑張って走ってきました。だいたい5キロぐらいですかね。今日は軽めに、いい感じで汗もかいてます。早速帰ってきたので体重を測ってみたいと思います。じゅんじゅん 60.15。 約1キロですね。これぐらいはあっという間です。正直3キロね、結構ちゃんとこういうことをしてればスッと落ちます。今日のランチです。ちょっと多いなこれ。パスタじゃないの。やっぱり、パスタだよ。バルサミコをつけてちょっと食べてます。聞いてみるね。はい、完食いたしました。美味しかったです。でもパスタも少なめで、野菜が多く、パスタ少なめ、味付けも少しね抑えてくれたので大丈夫だと思います。野菜はやっぱりね、それお肉ももちろんあるんですけど、少し食べますけど、米抜きするからいいかなとは思ってて、あとこんな感じで野菜たっぷりで今日の食事にしたいと思います。はい、今日の夜ご飯が出来上がりました。こんなにねごちそうを作ってくれる奥さんには感謝です。今日の夜ご飯これぐらいですね。意外と結構食べるというか、食べますよ。今日のメインはこちらでーす。ちゃんこ鍋でーす。ちなみに3キロ減らせた時点で終わりとかではなくて、5日前に3キロマイナスになったとしても5日間はずっと続けるっていうのも もちろんありますので。そういえばすっかり忘れてました、伝えるの。ご飯米抜きって言ったけど、3キロだから米食べても大丈夫だと思ってるんで、お米食べてます。締めのラーメンを食べてます。ちゃんこ鍋もねちょっとおかわりしちゃったし、お米はあれだけです。本当にでもね、米抜きだけでだいぶ違うし、あと自分の中ではあと明日運動すれば大丈夫なのかなっていう感覚でも結構食べてるよね、これね。これまずいよね。ご飯食べ終わりました。こまめに取ってます。お腹も膨れた。米抜いて、もうね、いつもだったらこの倍ぐらい食べてるんで、抑えた方なんです。でちなみに今、体重、測ります。水分も取ったんで、ウェイトはね、やっぱりそれなりに増えてると思います。けど、明日またトレーニングしたら、スッて落ちると思うので、大丈夫だと思ってます。乗りまーす。ピコン。ピコン。61.25。で、また明日起きて測って、さらに運動をしてまた測りたいと思います。おはようございます。朝起きました。6時半に起きて。まず水を飲んで、今トイレ入って、朝一発目の体重を測りたいと思います。よいしょ。61。水分を取ってるから。で、あと今日これからまた
ランをしていきたいと思います。そして体重もまた測りたいと思います。今日の朝食になります。水とヨーグルトとコーヒーでーす。まあ、水はさっきからね、朝起きてからすぐもね、結構飲んでますけどね。あと、まあ、ヨーグルト。ちょっとカロリーが気になりますけど、うん、これぐらいからだったら大丈夫かな。新型コロナのね、影響もあり、このマスクをしてね、これで、感染も防いで走っていきたいと思います。帰ってきました。体重を測ってみたいと思います。では、体重を測ってみたいと思います。じん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 。乗りまーす。あー、75。あれ、行く前何キロだったっけ。今、走ってきて、体重測ったら、59.75 だったんで、1キロ落ちました。運動することによって体重は落ちるし、あと代謝も良くなるので落ちやすくもなる今後。代謝上げて、落ちやすくする体を作るのが大事ですね。ランチの用意ができました。今日のランチはこんな感じです。今日は冷麺です。冷麺とご飯を少々。いただきまーす。早速いただきます。減量の時と比べたらもう全然このヘネもね、こんなに食べれるんだから。もう。今日はね、痩せに、汗をかきに来た。なるほど。ということで、先輩のジムのね、真鍋ボクシングジムにやってきました。どれぐらい落とす予定ですか？目標1キロ。できれば1キロ。1キロ落ちたら、それなりに食べれると思うし。まあ、あと測ってみて、今の現在のウェイトがどれくらいかなっていうのもあるんでね。うん。ここには正確な計量器もあるから。うん。じゃあ、ここでトレーニングしていきたいと思います。行ってきます。入りの、ウェイト、体重ですね。測ります。ということで、今は、59.5 だね。ダメ。59.5。59.5。これは OK。あ、そうですね。59.5 から、まあ、トレーニングやって、まずどれくらい落ちるか、やります。でもね、これ見たらさ、あんだけ動いたから出たんでしょとか、ボクサーだからできるでしょって、ちょっとね、思われがちだけど、そんなことないんですよ。普通の人でも、ゆっくり長くやれば汗はどんどん出る。僕はちょっと時間の関係で短期間でギュッとまとめたんだけど、普通の人も、ゆっくりね、もうちょっと楽に、全然楽にでいい。ただ、長くジムワークをすると、これだけ汗は絶対出るから。53.35 ぐらいだね。まあまあ、53.4 だね。そうですね。53.4。4で。はい。OK です。53.4。3.4ってことで、58.4だ。そうですよね。58.4ですよね。あれ？ああ、あれ？あ、そうだね。58.4。いいんだ、いいんだ。びっくりした。58キロまで落とせばいいんだもんね。そうです。そう。大地さん、お疲れ様でした。お疲れ様。46歳。来月そうなりますけど頑張った動けてんなと思いましたもん。あ、本当嬉しい。頑張った、それなりに動けた方だった、でもね、やっぱり朝ね、マラソンしてるからっていうのもあると思う、やっぱ体力ね、やっぱマラソンつくからね。普通の方でもゆっくり激しい運動じゃない、ゆっくり長くやれば汗は出るので、無茶は絶対しないで。で、あとこういう暑い時期なんか飲みながらやること。水を。水ね。水。うん。
水を飲んでやるといいです。水は絶対太らないから、うんうん、で、なんだろう、汗出したのに水で戻っちゃうって思ってる人がいたらそれは全くの間違いで、水はどんどん飲んで大丈夫です。中から燃焼していくのが一番なんで。はい、今日の晩ご飯になります。肉じゃが、サーモンのアボカド丼、これ大好き。マグロでも作ることもあります。あとちょっとだけビール一杯いただきます。ちょっとだけね。厚揚げの玉ねぎスライスのせ、あと豚汁、ちょっとこれ量が多いのでちょっと減らしますけどね。あっという間に完食だよ、ママ。おいしい。やべえ、全部食べちゃいけないの。やべえ、汗かいてね、運動した後のご飯は最高っす。ちょっと明日体重になるの怖いけど、でもまあまあ燃焼してるんでこれぐらい食べれます。